どうもおはようございます。速稼塾の久保です。最近のね、自民党政治、そして、岸田政治、なかなか香ばしいものがあるなと思っております。まあ、自民党ももともとはですね、国民の信頼を打ち立てるまでは本当に国民の弱者に寄り添った政策、こういったものが多く、そして国土をね、一気に回復させて高度経済成長を成功させた、いや本当に素晴らしい政党で始まったはずなんですよね。まあ、しかしですね、そういった先人たちのご苦労の上にあぐらをかく二世議員、三世議員、そして自分の就職先の一つとしてね、政治という舞台を選んでしまった政治家というよりも政治屋さんがですね、私たちの暮らしをかなり痛めつけてるなと思います。まあ、私はいつもね、三角貿易と似てるなというふうに思うんですよ。三角貿易っていうのは、まあ、端折って言うと、アフリカに西洋人が、アメリカ人やヨーロッパ人が行ってですね、その現地に住んでいる部族のたった1割ぐらいを特権に与えてですね、そこに武器を供給したりとか、食料は、武器をね、武器、食料、それからお金、権限を与えて、他の民族を誘拐してこいっていう風にしたんですよ。で、他の民族を奴隷として、まあ、西洋人がね、買い取っていったって形になって、それが今でも続いていて、アフリカの特権階級と、それから、オス、多くのね、支配される階級ってものに分断されていったというところがあります。まあ、昔、ザイール共和国と言われてた国も、今、コンゴという国になってですね、かなり深い対立を出していて、大体この十数年で600万人ぐらいの命が内戦で失われたと言われておりますけども、でもアフリカでどんな悲劇があってもね、あまり報じられることはありません。まあ、私たちの国際社会ってのは、ヨーロッパを中心とした G7 という国に限られてるんですよね。で、今回、ロシア、ウクライナの、まあ、戦争などがありましてね、まあ、吸ったもんだというか、いろんなことがあるわけですけども、私たちは本当にこのままでいいのかなってことで、またね、考え始めたと思うんですよ。まあ、ロシア、ウクライナ、そしてアフリカ、中東、ヨーロッパ、いろんな国々の関係がありますけども、旗と私たち、日本っていう環境を見たときに、ASEAN っていうね、経済協力体になぜか入れていないという現実がありますよね。まあ、つまりアジアからはつまはじきにされてるんじゃないかなという見方もあるんですよ。ASEAN は大体7億人ぐらいの経済共同体ですから、日本なんて及びもつかないぐらい大きな需要があるわけですよね。まあ、しかも私が何度か言ったインドネシアっていうのは人口が2億5000万ですけども、まだ人口として登録が済んでない人が1億人ぐらいいると言われています。そして1万個以上の島々が点在していて、その経済規模ってのは計り知れないんですよね。現地に行った時、各地で橋の建設ラッシュでした。もう本当に人手が足りないぐらい、あっちの島、こっちの島と橋がいっぱいかかっていてですね、まあ、このインフラが完成した時には、瀬戸大橋が完成した時以上の大きな経済規模が出てくるんだろうなと思いましたね。まあでもね、日本、地震大国、南海トラフ、首都直下型地震、こちらの方に意識を移しても、日本は政治的にも地盤的にもかなり不安定なところに立っていると言わねばならないのかなと思います。できればこの国は離れたいんですが、なかなかそうもいきません。そして多くの人はこの国から出ることを余儀なくされてはいますけども、出てはなかなか生きていないっていう、生きていけないっていう現状があるんじゃないかなと思いますよね。いやー、いろんな懸念がありますよね。まあ、それで為替に関してですけども、私の場合はね、 FX を7年前から始めまして、まあ、最初の1年はね、やっぱりね、全く勝てなかったわけですけども、まあ、徐々に安定してきて、3年目あたりから安定して4、500万以上の年間利益を取るようにはなりました。だから今では FX オリガルヒっていうね、FX の専門塾を運営するようになって、まあ、その塾生さんの中からでも、高い年収を取れる人がね、だんだん出てきたってことです。現在30名弱で運営している FX オリガルヒですけども、今1年経って、年間で2800万円以上の稼ぎを打ち立てた40代の独身女性。この方はもうこれから婚活に入るそうなんで、FX からしばらく離れるそうですけどもね。で、こういう方とか、それから、71歳で始めて、現在71歳の方、定年退職して今年金暮らしをしてるらしいですけども、年金だけではとても足りないので、FX で勉強したいということで、この方は200万以上の年間利益を出してくださいました。そして55歳の現役会社員の方は今150万以上の利益を確保して、2年目に入っておりますね。という形で、まあ、私の場合は、指導者がほとんどおりませんでしたのでね、最初の1年っていうのは暗中模索でしたけども、やっぱりね、何から学べばいいかってことと、何をやったら遠回りになるかってことを分けていくと、FX も攻略方法は見えてくるんだろうなと思います。それを短くまとめると、まずは基礎概念、基礎知識をちゃんと暗記していることですよね。これがね、人に説明できるレベルで暗記できていないと、
実際もトレードに入った時に気づかないことが結構出てくるんですよね。で、それが気づけるかどうかっていうトレーニングが第2段階、基礎用語基礎概念を覚えた後に来る第2段階なんですけども、テクニカルの攻略になります。テクニカルっていうのは言ってみれば数学でいうと公式みたいなもんで、覚えた基礎概念基礎知識にテクニカルを掛け合わせることによって今後どうなるかっていうふうな答えが出るわけなんですよ。その課題は 100点満点 100% こうその通りになるわけではありませんけども、FX っていうのは勝ち越せばいいわけなんで、極端な話6対4で勝ち越せばその差額の2割でね、ずっと資金は増えていくってことになりますんで、あとはどのぐらいの資金量を投入するかだけの問題になっちゃうんですよね。だからこういうふうに第1段階覚えること、第2段階トレーニングすること、第3段階はそれを信じてやること、つまり精神力ですね。この段階で結局結果は出るのかなと。特にテクニカルトレードなんていうのは500年前に大阪の商人がね、思いついたなんか坂田五法っていうのがあるらしいですよね。まあ、それをさらに編纂して現在持ち込んで、今世界中で使われているローソク足理論もありますし、とにかくねトレードっていうのは日本人がすごくね得意としてる分野だったんじゃないかなと思うんですよ。まあそれを数百年の時を経て今学ぶことによってね、昔から変わらない理論理屈、そして今後も変わらない理論理屈で金銭的な問題を解決できるとすれば、私たちは50代を過ぎて本当に取り組むべきものっていうのは無数にあるんじゃなくって、だんだん絞られてきて、言ってみれば残された手段としては FX ぐらいしかないのかなと思ってますよね。ということでね、FX トレードに関しましてはもう毎日7年間やっております。それを動画でも公開しておりますので、まあ、参考にしていただければと思います。もちろん一般公開している動画はほんの一部でございます。で、限定公開の動画の中にもさらにね限定性の高いものに関しましては、これは有料の講座 FX オリガルヒってことになってますね。はい、今回近況は以上のような形でございます。お久しぶりでご連絡いただきまして、夏い夏をね、過ごしていければまた美味しいビールが飲めるんじゃないかなというところでございます。じゃあ失礼します。安倍総理の似顔絵とっても得意上手ですね。すごいですね。